今週も始まりました松井まさみちのハミングタイム、先週に引き続きですね、女優の江藤彩さんとシンガーのゆりさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。今回もちょびりましょう。はい、ちょびりましょう。もうくじをね、食べてるもんね。これでもこれには答えていただきます。あ、わかりました。さて、これ面白いのなんですよ。実はね、何ですかそれ。見たこと、愛媛みかん、かわいい、かわいい、ポテトチップス、みかんのポテトチップス、なんと大丈夫ですか。この運動会に参加してくれたレーベルの土井さんがですね、あの愛媛の方なんです。先生のね。そうです、そうです。がお土産で買ってきてくださいまして、食べたい。先ほど開けてみたんですけど、大丈夫ですか。どんなみかんのポテトチップスってね、なかなか見ないです。愛媛にはあるんです。さあ、匂いこれなんでしょう。確かにそういう問題だったんです。そうしましょう。ね、もうダメ、もう遅い。もう食べてね。そうだそうだよ、食べて。これが感想聞きたい。これ全然匂いわかんないですよ。花粉症だからわかんない。今気づいたけどね。匂いめっちゃしない。ですよね。あ、でもポテトチップスの匂いがします。そうそう、それはね。一応行ってみて。行ってみましょう。さっきからそのピザポテト食べすぎて、私なんか口の中がピザポテトになってる。いただきます。はい、みかん。どうですか。あ、すぐみかんってわかる。わかります。食べた瞬間全然違うじゃん。酸味がある。酸味、いや、これめちゃめちゃみかん。みかん、うん、本当だ。めちゃみかんね。後味もみかん。やばい、私はすごい鼻詰まってる。ね、花粉症が花粉症だからね。花粉症がひどすぎるけどね。ちょっと面白いね。これほんのりみかん風、みかん味でか風味って書いてあるんですけどね、全然全然みかん。私多分これ見なかったの。本当これ分かるの。調味が、いや、でもなんかちょっと酸っぱいから、うんうんうん、なんか酸味はあるなっていう感じがする。でもまああれでしょ、みかんパウダー使用だから。パウダーでも美味しいですね。うん、酸っぱいはしてるよね。ちょっと食べましょう。やった、ありがとう土井さん。ありがとう土井さん、いただきました。待ってないから。またみかん送ってください。いいな、それ本当。愛媛のみかん送ってください。いいですね。さあ、くじを引く前にずいぶん時間かかりましたね。あ、そうだった。これ次のテーマ、テーマを決めたいと思います。はい、先週に引き続きですね、こちらの中から質問が入ってますので、それを引いたくじのものを答えていただこうと思います。はい、じゃあまた、あやさんもね。はい、よし。なんでしょうか。ドキドキ。映画のヒロインになれるなら、もうどの映画の誰。ああ、なるほど。実際にある映画の。ゆりさんからじゃあ行きます。はい、私は名探偵コナンに出たいです。名探偵コナンのヒロインになりたい。はい、いや、ヒロインはランって決まってるから。あ、ランちゃんランちゃんって決まってるから、ちょい役で出たいですね。殺される役でもいいわ。ハイバラさん。ハイバラ。ハイバラ。ハイバラさん的なポジション。ハイバラさん的なポジションはちょっと難しいですかね。でもちょっとあの黒の組織の段階に入りたい。黒の組織に入りたい。まず知ってます？コナン。あの、未来少年じゃないですよ。未来少年コナンも知ってるけど、それは未来少年だと私思ってた。本当ですか。いや、未来少年コナンも面白い。やばい。コナンの魅力ってのはどういうところ。私でも元々本当はルパン三世が好きで、ああ、うん、ね、ルパン三世が好きだったんですけど、うん、なんかルパンの作者さんのことをすごいこう、あのモンキーパンクさんが、そう、うん、あの青山さんが好きっていうので、なんかそれで本当にコラボされてる。そうだね、東京テレビでね。どっちも好きだから鼻血が出そうでしたけど、私はもう好きすぎて、ね、あれ決着はつけちゃったらダメだったね。まあそうですね。でもなんかそういうのもあって、多分だから怪盗キットとかはやっぱそういうので怪盗が出てきて、ちょっとキザな怪盗が出てくるとかっていうのは多分そういうことなんだろうなと思うんですけど。そうか、そうそうそう、なんかそれにちょっと近いような感じのこととかは結構出てくるんですよね。うんうん、なるほど。じゃあコナンの中でキャラクターで男性には一番好きな男性キャラクター。わかった。え、赤井秀一。あ、みんなね、そうそう言うけど、私ね怪盗キットが好き。イケメン好きじゃないですか。いや、でもあ、イケメンしか出てないんですって今。イケメンが多いんですよ。だからといって安室トールも好きですよ、私は。安室トールいいですよね。うん、そうなんですよ。もうあのね、だからといっても本当にあの工藤新一も好きですし。工藤新一ね。あの関西弁の子は。あ、平次ね。平次、服部平次ね。私は、はい。あれ、銭形平次から来てるのかな。いや、わかんない。でも銭形も好きですよ、私は。そっか。もうわかんないじゃん、またちょっと
もね、ルパンね。そうですね。なるほど、じゃあもうコナンのヒロインになりたいというゆりさん。はい、さあ女優のあやさんはどんな映画のどんなヒロインになりたいのか。いやこれすごいなんかちょっと気になりますね。気になる役どころ。パッと浮かんだのが、言っちゃう言っちゃう。昭和だから、ビバップハイスクール。ビバップハイスクールね。いや、いいと思います。あの、ニコリン。ニコリン。あの、あと、なんだっけ、ガイガーって、宮崎真澄さんもやってたじゃん。あの、だから、あれ、ヒロインでこう、出てたじゃん。でも、あれしか覚えてない。ビーバップはね、もう、なるほど。ビーバップとニコリンのあの位置、やりたい。あの位置をやりたい。あ、なるほどね。ニコリン、ニコリンを変わってんの。もう、青春の、もう、あの時代が好きなの。80年ボンタンのね、そう、あやさんの頃まだボンタンでしょ。ボンタンってボンタン、短ランにボンタン入ってきた人と、あと長ランっていうのは長ラン、長ラン長いのも着てた先輩とかいて、めっちゃさすがに男塾みたいにカラーが、これはね、なんかなんかすごい、そういうのはあんまり見たことありません。それもっと昔ですよ。もっと昔、みんな頑張る、そういう大事とか。なるほどね。え、ボンタンってパンタロンみたいなやつですか。パンタロン違う、そうか、違うかも。知らないの。知らない。あのパートナーはこうでしょ、裾が広いんだけど、ボンタンはこのもものところがボーンってなってて、あー、そう、ミさんがさ、あー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 、そんなのがあるんですか。カクカクでキュッと縛ってましたね。ニッコポコでも流行ってらしいですよね。あ、そうなの。うん、おしゃれっていうのは。そうなんだ。かっこいいよね、嫌いじゃん。かっこいい、かっこいい、私もかっこいい。そうですよね、間違いなくそうですね。それはね、ヤンキー用の制服が売ってる店があったんですよ、僕らの時代。あった、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 あの、何だっけ、このボタンの裏に竜とかついてさ、そうそうそう、そういうのも全部売ってて、だから渡り渡りは50センチとか、みんなね、でもなんか似合いそうだね。ちょっと僕ね、逆だった。だからみんなもうボンタンだったの、タンランだから。僕逆にあのちょっと人と違うことやった人だったから、逆に誰も着ていなかった全国標準学生服なんですよ。ボンタン全盛期の時一人だけ。それはそれで面白いね。それが面白いと思ってた。なるほど。ところが靴下履いてないから、よくわかんないわ。わかんない、わかんない。必死だ。ちょっと違うことやらずになって、ちょっとなんかそういうとこありそうなのが最近は分かってきたことをやりたいなと思って。地味にすごい主張するんだから全然。でも気づかれないから。でもみんなボンタンだから、逆に全国標準学生服で裸足で学校者に上がってきたりしたから。まあ話はまあまあね、分かんないけど。そうそうそう、だから不思議、不思議なんだろうね、不思議すぎて。ボンタンみんなもう流行ってたからね。面白いね。あとこう裏がもっと感じ、裏地ね、裏地がめっちゃ刺繍とかなんだよね。そうそうそう、でもおしゃれですね。そうそう、おしゃれだった。でももう中学生ぐらいまでかな、高校生ぐらいになると思うんですよね。みんな逆にね、もうルーズソックスはないでしょ。え、まだないんだよ。え、違うのあったでしょ。あとあと、あ、でもルーズソックスの走りのクシュクシュのあったガンダムみたいなやつ、ちょっと前。そうそう、ちょっと前。なんかね、その後すごいのが出たじゃん、長いの、すごいの、ももまで来る、そうそうそう、長いの、ももまで来るのルーズソックス、すごい。だからこうなるよ、伸ばすとね、足が細く見えるっていうので、みんなも長いの。でも、そうか、田舎だから。いやいやいや、田舎、多分ね、あ、そうか、そうか、ギリギリで、僕らの世代、スカートがね、長かった、長かった。あ、スケバンみたいな。私たちも長いのと短いの半々、両方入ってたから。へぇ、ギリだ。あやさん、ちょっとだけシティだからね。ちょっとだけシティだから、変わんないけど。あんま変わんないけど、名古屋の方。あ、名古屋の方が。でも確かにそうですよね。ねぇ、仙台で伝わったの。いつの伝わったの。仙台の方が早いんですよ。早いでしょ。でも仙台は寒いから、東京と同じことやってるとマジ凍える。あ、そっか。エスカートすごいね。いや、すごい。もうだって、もうすごい巻いてて、パンツ見えてたもん。絶対、階段。ああ、そうだね。階段見えてたと思う。そうだよね。うん。そうね。そう、何の質問だっけ、これ。あ、質問だ。ごめん。あ、そうだった。ごめん。ミコリンだよね。あ、ミコリンだ。ビーバップハイスクールのミコリンの役に、あやさんはなりたかったと。いや、憧れてました。ね。そして、ゆりさんは、名探偵コナンの、コナンの中に、どの役でもいいが、黒の。そうですね、黒の組織ね、組織に入りたいですね。そうね。じゃあ次行ってみましょうか。じゃあゆりさんですね、次ね、行っちゃいましょうか。長かったね、一つ。長かった。キットカット食べていい？いいよ、どうぞどうぞ。ちょっと開いて、なんか長すぎる。超長い。
一日だけタイムスリップできるなら行くのは過去未来。超楽しい。これタイムスリップした先の人間と会話もできる。相手にも見える設定。これ何時代までもちゃんと言いましょう。何時代っていうか、うん、石器時代とかですか。まあ、または未来かもしれないし、もうタイムスリップできるとしたらまず過去か未来かって迷うよね。ねえ、どっちだな。過去、うん、過去、自分の人生の中の過去か、もう遥か昔に行くのか。いやー、自分の時代の過去ですね。あ、ってことはちょっと修正、あのターニングポイントとか。会いたい人がいるってこと。いや、会いたいというか、もっと早く海外行きなよって言う、うん、あーそれに使うんだ。タイム1回しか使えない。使えなかったらもうそこで助言して、私はもう行きますよ、すぐ海外。なるほど。そうですね、もう中学校卒業、高校卒業ぐらいからもう行っちゃうみたいな。あ、もう東京出てくる場合とかじゃなくて行っちゃう海外ですよね。なるほどね。と助言したいですね。助言したいと、はい、あ、リアルですね。いい使い方だと思いますよ、うん、そしたらますます人生変わってる気がする、うんうんうん、ね。そんだけでもやっぱ海外行ってよかったってこと。そうですね、もう言われてましたし、だからさっき言ったみたいに英語全然喋れないんですけど、あの帰国しようと思ってたって言われるの。今ちょっと英語の話が出てるんですけどね、ユリーさんはね、あの僕ニューヨークでお会いしたんですけど、まあ、あのニューヨークで伝統のあるね、アポロシアターっていうアマチュアナイトっていうのがあるんですよ。アマチュアナイトはもうスティービー・ワンダーとか出てるのかな、ね、マイケル・ジャクソンとか、ほんとすごい方々が昔から歴史のあるあれなんですけど、なんとすごいんですね、本選に今回合格しましてですね。ニューヨークへいつ？6月5日です、水曜日、はい、アマチュアナイトの水曜日なので。素晴らしい、あの伝説のアマチュアナイトのステージに立つということですね。そうなんです。そうそう、だからニューヨーク、だから今あやさんがね、あの帰国子女なんじゃないかですけど、向こうに会った時のね、ハミングタイムのゆりさんのゲストの回も見てください。本当にね、ニューヨークで散歩もしてたりするんですけど、そうたくましいんですよね。バッグ頼めなかったのでね。マックの注文が英語でできない人が、ひどくないですか。一人で海外行って、オーディション受ける、一人で受けに行く。本当に一人で行きました。行きました。初めて聞いて、あ、いや、2回受けてて、私実は2回目なんですけど、6月の今の放送がね、はい、5月半ばですけど、うん、準備をして、そうですね、準備をして、日本の方はアメリカから逆輸入してくるのが弱いと思うんですよ。アメリカでこんなにちゃんと評価されたんだったら、日本もね、受け入れがなんかね、良くなるやつ、まず1回ですね。そうですね、頑張ります。なんか楽しんできたいって思ってますね、うんうん、3位までに入ると、うん、次の、そうですね、次のステップがあるみたいですね。で、最終的には決勝戦、チャンピオン大会みたいなのある。あ、そうあれは何回ぐらい、うん、あれはなんか一応11月にあるらしくて、一応その内容も書いてあるんですよ、ベースは。11月にトップドッグっていうのがありますよっていうのは、日にちとかも決まっていて、そう、それはもう勝ち進められれば出れるっていう感じですよね。じゃあその連続してでもやってくれないよね、イベントで。やってくれないですね。でもその都度、ニューヨークへ。渡米ですね。帰ったら渡米。すごいね。そうですね。楽しみですね。ね。でもやっぱり余裕がかかってもそのチャレンジできると思えばね。いや、もうやっぱりお金払って出れるステージじゃないと思ってるので。その通り、本当にそうですね。ぜひゆうさん頑張ってください。頑張ります。じゃあもう一個、あ、でももうそろそろまた次回のあれにしようかな。全然聞けなかった。2個目答えたっけ。あ、まだ答えてないよね。あーさん、なんかそうそう、タイムスリップまだ答えてない。そうそう、そうそう、私の話が広がった。ニューヨークの話でさ、盛り上がっちゃったと思う。ちょっと過去か未来か。いや、過去か未来か。うん、まあでも過去に戻ってもしょうがないから。ああ、なるほどね。未来でも知ったらね、知ったらつまんないけど。でも何年後行こう。未来何を知りたい。2年ぐらい。あ、そんなに。そっか、そうそう、ちょっと待って。違う、でも今いろいろ不安だから、うん、なんかね、1年後、2年後にして、ね、やっぱね、10年後かな。あ、そうですね、10年後すごい。思ったらね、女性2人はやっぱり、あの現実、女性ってやっぱ現実の世界がね、リアルなんだね。もうその質問が出た段階で、多分男性のほとんどは、うん、大昔かすごい未来のことしか頭になくて、極端だな。そんなないんだ。絶対視聴者はね、そうだから、
男性陣はこの子孫来たら、そうなの、どこ行こうかなって、平安時代、それが千年後って、そんなに行けないところを知った、だから行きたいじゃん、なんか嘘、ロマン、ロマンってこと、っていうかロマンっていうかどんなふうになってるか、そうそうそう、見たい、なんか千年後の人間どんなふうな文化でどんなになってるんだろうと思わない、あーでも本当そうか、僕そっち千年後とかはね、でもいやでも、ほら全部砂漠とかさだったらなんかちょっと寂しくない、うん、でもそのそうならないようにやっぱり世の中作っていかなきゃいけないなみたいなね、ものになるじゃない、紫のことなんて考えられない、子供の頃の方がそういうのやりたかったから、父親がすごい昔好きで、中学校で地層ね、あったね、あれもらってた、ロマンでしょ、地層ロマン、そう、多分その時だったらそう言ったと思う、あ、ほんと、うん、やっぱ女性はね大人、現実主義だね、詰まっちゃったよ、くわかるね、これね、そうかも、必死だからさ、そう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 、そう自分のことが大事だね、必死だから、すいません、自分のことが大事だよ、そういうことだ、素晴らしいね、女性のね、これ夢はないね、ね、また来週もね引き続きこの感じでトーク続けていきたいと思いますんで、それじゃあ今週はここまでということで、また来週、バイバイ。